してますね。はい、こんばんは。始まりました、ミッツの今夜もしびれ切らしちゃうよっ。はい、始まりましたって。はい、よ、はい、ありがとうございます。はい、番組名が変わりました。ミッツの今夜もしびれ切らしちゃうになりました。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はちょっと試しにやっていきたいと、やきたいことがあってちょっと試しにやってみます。ちょっと今日ですね、まずちょっと大喜利をやりたいんですけど、大喜利のまずお題を出して、ちょっと後半で大喜利をやるので、前半自分が喋ってる間に皆さん、ご覧の皆さんもちょっと回答をお考えくださいませっていう感じでやっていきたいと思います。はい。そして、あ、じゃあ今日のお題、じゃあ発表しますね。本日の大喜利のお題はこちらでございます。はい、ヤイゾ TV で夜な夜な開かれる鬼滅の集会、何の集会？はい。はい、こちらで、ちょっとですね、見てんのかな、これ見てますかね。はい、ちょっとこれでちょっと、大喜利のこんばんは、どうも、あ、正直さん、ようこそいらっしゃいました。頼みの正直さん、こんばんは。ちょっと今日も大喜利を後半にやりたいと思ってるんで、ぜひぜひ、滑るかもしれませんが、回答くださいませ。本日のお題はヤイズ TV で夜な夜な開かれる秘密の集会、何の集会ということで募集しますんで、どうぞよろしくお願いします。はい。表情一つ変えず青木さんが座ってくださってますが、紹介した方がいいですかね。ヤイズ TV のプロデューサーの青木さんです。よっ、はい、微動だにしませんが、ちょっと予定通りやっちゃっていいんですかね、これ。ちょっと前半、ちょっと回答募集してる間に、ちょっと自分の喋ろうと思ってることを喋ろうと思っていたんですけど、まあちょっと喋っていきますか。はい、今日喋るのはですね、3つが、最近ハマっていることですね。あ、全然お構いなく、本当に、スルーでいいんで大丈夫なんで。はい、今みたいに、はい、あと、はい、ヤイズ TV で夜な夜な開かれている秘密の集会。はい、ちょっとこのお題、いや考えてるんですよ今多分。はい、考え中ですね。このお題をなんでこのお題にしたかと言いますと、前回ヤイズ TV で出させてもらって帰った後に、なんかそう、なさこさんと一緒に出たんですよ、この、よく出る自分の相方のなさこさんと一緒に出たんですけど、出た後に、まあ、ご飯食べ行って、でご飯食べ終わってちょっとちらっとこのヤイズ TV の前を通ったら、なんか秘密の集会が開かれてたんですね。はい、で何をやってるんだろうねって言って2人で、まあちょっと話しかけようと思ったんですけど、なんかすげえ、なんか真剣に青木さんと真木さんと、あとなんかおじさんたち数人が喋っていて、何の集会なのかねっつっていうことがありました。まあそれでちょっと、秘密の集会だよ、秘密の集会、あ、出たっすね、いきなり喋れましたけど。秘密の集会、秘密なんすか、秘密なんすか、あ、ちょっとまあ秘密にしときましょう、そこは。じゃあ今日はちょっと大喜利なんで、すいません、はい、すいません、ネタとして、じゃあ、はい、あ、ちょっと待ってください、正直さん、昨日住宅工房さんが真面目話だったので寝ちゃいました、今日は期待してます。あ、そうですか、よろしくお願いします。何の集会か書けばいいですか。はい、ボケてもいいですし、おうおう、いつも通り。あ、ちょっと考えててください、ちょっと、はい、
そうこうね、時間が自分持たないんで、あの後半に取っとこうかなと思って、はい、います。はい。他の回答は何？後半。あ、後半そうですね。ちょっとみんながさんがちょっと考えをついたかなっていうところで、ちょっと正直さんもいらっしゃるんで、10分か15分ぐらい経過してからちょっと、はい、大喜利にまた戻りたいなと思います。はい。とりあえず考えてきた通りに試しにやってみます。はい、じゃあちょっと3つが最近ハマっていることっていうことで、こちらの主にこの3つです。はい、DJ と、あ、もう来ちゃいましたけど、ちょっと待っててください。はい、DJ と、はい、ツイキャスっていうの知ってますかね。見えるかな、これ。ツイッターとプロドキャスティングが、はい、まあの合体しちゃって、はい、ツイキャスになったんですよね。あ、そうなんですか。あ、それでツイキャスなんですね。多分、うん、ああなるほど。はい、初めて知りました。はい、知らんかったの。はい、なんとなくツイッターと関わってるんじゃないかなっていうのは分かったんですけど、そうだよ。あ、そうなんですね。全然知らなかったですね。なんか知ってすいません、全然知らなかったですね。ちょっと、ええ、はい、とりあえずでもハマってますね、知らないくせに。はい、そしてあとは、最後チャーハン作りにハマっております。カレーからどんどん遠ざかっちゃってますね。はい、あ、じゃあカレーちょっと1ヶ月やってたんですよ、ずっとやりすぎちゃって挫折した。いや、もう飽きちゃったっすね。はい、ちょっとチャーハン、今はチャーハンです。ペペロンチーノのマーキタですね。ペペロンチーノマーキてチャーハンにたどり着きました。はい、いや、今なんかまだ持ってるんですよ。毎回それ言ってるよ。いやチャーハンでも確かにぼちぼち飽きてきたっすね。はい、チャーハンを美味しく作る秘訣って何ですか。チャーハン、はい、ですね、火力です。おそらく、あ、じゃあチャーハンの話になってチャーハンからいきましょうか。チャーハンですね、自分の3つ流チャーハン。まずちょっと鍋に意外とこだわっております。はい、あの広東鍋っていうのを使ってますね。はい、知ってますか。そこが深いやつですよね。あ、なんかこう丸いのですね。くっくってるやつ。あ、そうよくご存知で。そうなんですよ、うん、あれちょっと意外と持ちづらくて、うん、本当は中華鍋っていうんですか、あの絵がついてるやつがいいんですけど、なんか自分全然知らなくて、なぜか広東鍋買っちゃったんですよね。それで今、まあ、買っちゃったんで仕方なくそれを使ってます。はい、あと、まあ、使ってるのはレトルトご飯ですね。はい、あと卵1個、ネギ少々、醤油少々、塩コショウ少々、中華味少々、紹興酒少々、そして火力で、バーッと炒めればできます。はい、っていう感じです、自分のチャーハンは。はい、1、2分でできるんで非常に手軽ですね。チャーハン作られますか。作らない。うちの奥さんと子供が作ってます。うん、僕食べる人です。あ、そうなんすか。はい、なんか意外となんか自炊をしそうなイメージですし。しません、しません。あ、じゃあ、あのチャーハンの秘訣は、米一粒一粒が、やっぱり、分かれてないとダメですね。あ、そうですね。ふたくさの人はべっちゃり口いっちゃって、あ、くっついちゃいますね。あれダメね。ダメですね。うん、ああダメ。ダメ。なんか急に中国人みたいな。ああ、なるほど。中華料理やるときは中華料理あるよ。はい、ある。ね。ああ。わかる？ああ。あるよ。ある。うん。ああ。シュウさんのさっき読んでくれるあるね。シュウさんの。うん。ん？さっき。はい。シュウさんの。シュウさんに。今日はゴロちゃんじゃないからいらないです。急にあれですね。どうぞ。あ、はい。はい。ね、実は青木さんが中国人だったんですかね。あるよ。あるよ。はい。あ、うん、ちょっと待ってください。正直さん。はい。はい。焼津 TV で開かれる秘密の集会とは。はい。はい。あ、来ましたね。ちょっと音だ。まあ、来ましたね。来ましたね。じゃあ、うん、間に入れていきましょう。じゃあ、うん、後半から入れちゃって、入れちゃってますか。入れちゃっていきましょう。やりがいがあるもん、その。そうですね、うん。待ってないで。ですね。焼津に夜鍋で秘密の鰹節作り。おああ、料理。鰹節作り。すげえ地味な集会ですね。
はい、そんな、はい、ずっと吸ってるんですね。焼津、あ、そうですね、焼津だから、焼津 TV だから、うん、怪しすぎますね、うん、ちょっとなんか夜な夜な集まって鰹節をね、すりおろしてるんですねはい、いや、ちょっとなんかね、意外と、はい秘密の鰹節作り、はい、ちょっとね、これ販売どっかで販売してるんですかね、うん、いいですね、正直さん、ありがとうございます。なんだ、あ、チャーハンのコメントもくださいましたね。正直さん、大体チャーハン作るとき油が少ない説、油が少ない、皆さん少なめですかね、油は。あるね、ある、ありますかね、多くなっちゃう、うん、何油使う？自分ラードっすね。ラード？ラードっす、うん、ごま油じゃない、ごま油もう入れてた時あったんですけど、うん、まあケチるわけね、ケチります、はい、ケチっちゃいました、うん、はい、まあカレー店でよくあることだそうですね、うん、あ、そうなの、カレー手でよくあります、あの、節約していかないとやっぱ、そう、カレー手だからやっていけないね、やっていきませんよ、ね、やっぱカレーだけじゃやっていけないよ、はい、ダメなんですよ、うん、はい、カレーで諦めちゃうと何もなくなっちゃうもんでね、しょうがない、はい、あ、うん、じゃあちょっと待ってください、じゃあ青木さんの行きましょうか、行っちゃって、行っちゃいます、行っちゃって、ありがとうございます、あ、シュウさんの読んでてこれのことですね、はいはい、行きます、やいず、お題は、お題、はい、あ、お題、はい、やいず TV で夜な夜な開かれる秘密の集会、はい、何の集会、シュウさんが貝の、あのシュウさんが蚊に刺されてかゆいんだって、あ、かゆいの、すいません全然分かってなかった、あのシュウさんが思いっきり滑るよねこの人ね、すいません、全部滑るっすね、いきなり読むんじゃなくてさ、ちょっと間を置いてさ、はい、考えてから読まない、ああ、そうですね、あのね、この人ね、話広げるのがね、はい、もう非常に思いっきりね、はい、滑るために読んでるのかじゃあわざとじゃないです、あの、ちょっと皆さん分からない人のために説明します、はい、彼が柊さんと焼津テレビに出ると、うん、はい、もうすごい生き生きと喋るんだよね、はい、今日柊さん来ないんだけど、柊さんがやっぱり蚊に刺されると、ね、かゆいじゃないですか、はいはい、だからシュウさんがかゆいの、あのシュウさんが蚊に刺されてかゆいんだって、うん、シュウでかゆいでシュウかいと全然意味がわからないですね、すみません、そうっすか、もう滑りまくってます、なるほど、これは3つのせいじゃない、なかったですかね、よかった、ごめんなさいよかったですね、あるね、ちょっと安心しました、うん、あるね、はい、よかったです、しょうがないね、はい、うん、じゃあ、じゃあ続いては、じゃあまたな、正直さんですね、はい、来た、正直さんまたくださいました、正直さんが、はい、じゃ順番に行きましょう、うん、あ、ちょっと待って、電話かかってきたちょっとすいません、電話出れば出る、うん、出る、うん、あ、じゃあちょっと切っちゃったあ、すいません、出方を知らない、じゃまたかかってきたら、じゃあ出ちゃいますね、出て番組にも出てもらって、あ、そう、ね、ちょっと今いい人からかかってきたんで、いい人、はい、何いい人って、あの、あ、女の人ですね。おい、いつ意外とね、女とね、なんかちょめちょめだよね。最近ちょっと全然分かってないね。ちょめちょめ。最近感じなの？最近なんだから女の人と関わり出しましたね。関わる。どう関わってきたの？なんだか、はい。どういうふうに関わってる？なんか、うん、なんですかね、なんかうまい具合に。何？人伝いにって感じですかね、なんか、はい。いじられちゃうの？いじられちゃう。いじられますかね。3つでもね、はあ、需要があるんだね、不思議だね、やっぱりその T シャツがいいんじゃないですか、あ、かもしれないですね、目描いた方がいいよそれマジックで描いちゃいますか、描いちゃいます、あ、次行っちゃって、あ、そうですね、ちょっと次、うん、はい、すいません、正直さん、すいません、はい、はい、アイズ TV で夜な夜な開かれる秘密の集会、はい、何の集会、ミッツと仲間の演奏会、はい、あ、私、あれ、あ、すいません、もうね、ちょっとごめんなさい、あの、正直さんじゃないです、女から電話来るもん、もうなんかもう、すいません、もう申し訳ないです、なんかね、いろいろ、ミッツなんか演奏できるんだっけ、チャミさんです、すいませんでした、なんか演奏できるんだっけ、ミッツ、え、演奏会って、演奏できる、ドラムを多少、え、なんか多少、はい、ピック
飛ばす技もあるしね。ありますね。はい、あのバチも飛ばすんですよ。バチも飛んでます。ドラムのバチって言うんだっけあれ？なんつうの？ああ、スティック。まあバチでも、まあ、スティックでもなんでも、はい、飛びますね。いろいろ。はい。はい。すみませんでした。何でも飛ばすの得意だから。シャミさんすみませんでした。申し訳ないです。はい。本当に。すいませんもうどうしようもないです。飛ばしまくり、はい、すいません。次でしたね、正直さんのコメントは、はい、あの回答ではないですけど、滑らされた上ダメ出しと正直さん、はい、ちょっと番組中にしょっちゅうダメ出しくださいました。あ、シュウさんも見てくださってますね。シュウさん、はい、シュウさんジェリシューっていうのは、はい、シュウさんですね。笑ってくださってますね。はい、ありがとうございます。シュウさん、どこでカレー店で見てるんですかね。多分シュウさん早く来てくんないと。あ、そうなんですね。この人一人じゃ責任を負えないからさ。すいません、ぜひ出てください。またって、はい、そう、うまくちょっと引っ張ってくれるもんで喋れるんですよ。そうですよ、まあ、そうなんです、はい、はい、ぜひちょっと都合がよければ、うん、はい、ぜひとも来てほしいところで、ね、忘れちゃうとこだったよ。シュウさん来てくれないから、はい、ね、困りますよ。なかなかシュウさん、はい、ね、ぜひとも来てください。もう頼みの綱なんで、もう、はい、はい、じゃあ、もう一個、もう一個、はい、もう一個ですね、うん、はい、青木さんの、はい、これ出した？あ、もう一個ありますね。あ、出した、はい、うん、忘れてた。あ、いきます。はい、ライズ TV で夜な夜な開かれる秘密の集会、何の集会？謎が謎を呼ぶ殺人事件事件ダメでしょ。事件になっちゃいましたけど、殺人事件、誰が殺されちゃうの？私集まってなんですか、殺人事件が繰り広げられて、ね、あ、もうあんまり聞かないでください滑らされる敵だから、はい、しょうがない、はい、もう3つのそばにいると ね、滑っちゃって滑っちゃって、はい、滑っちゃう、はい、滑っちゃうなんで、うん、はい、あ、滑っちゃうさんなの？そうです。あ、そうだったのねそうですね、滑っちゃう、滑っちゃう、スーパー滑っちゃうってやつだね。ああ、全然何言ってたかさっぱり分かんないいや、疲れてはいません。いませんか？うん、大丈夫、心臓もバクバク言ってますんで、はい、どうぞ。いい感じですね。あ、どうぞ。どうぞ。ああ、じゃあ、まあ、ちょっと、回答はストップしたんで。はい。はい。じゃあ、じゃあ、話の続きをしていきますかね。じゃあ、回答まだ。話、何の話してた？あ、自分のハマっていることについて、喋ってた続きをじゃあやってみますかね。何ハマってたっけか。チャーハン。チャーハン。チャーハンの話 ね、 しましたね。そこに戻るわけだ。はい。いいよ。チャーハン。いいよ。はい。戻っちゃって。戻っちゃって。うん、はい。行ってみよう。行ってみますか。まあでもあのドカーンと、ドカーン、はい、すいません、ね、あの番組乗っ取りはしません、はい、まだあのお題は募集してるんで、はい、あのそうですか、はい、じゃあ集会ね、ご覧の皆さん、シュウさんもぜひとも、うん、ご回答くださいませ、うん、あの夜な夜な開かれる、ヤイズ TV の秘密の集会は何の集会ですかっていう、お題で募集中なんでくださいませ、はい続きですね、話のすいません、ですね、まあ、チャーハンがにハマってると、さっき、まあ、チャーハン終わりにしましょう。いや、ツイキャスに戻りますか。そう、ツイキャスなんですけど、まあ、ツイキャスに皆さんツイキャスはやってますかね。あは、すいません、はい、ツイキャスの話ちょっとじゃあ一旦ツイキャスの話を、ツイキャスのいいところはあんなんですよ、コメントをすると返事が返ってくるんですよ一応そこもそうなんですけど、あ、そうですね、同じ感じなんですよね、そのなんていうか、あ、まか、あんまメジャーすぎないというか、テレビとかだとやっぱさすがになんかあまり有名すぎるとなんかね、コメントが返ってくるっていうのは多分ないと思うんですよね、有名すぎちゃうと、うんですけどじゃあ程よく、なんていうんですかね、程よい感じだもんで、返事が返ってくるんですよね、そこがいいところです、はいじゃあちょっと、まあ、そんなことばっかり言ってもしょうがないんで、ちょっとじゃあちなみにツイキャスで、まあ、いろんな人が配信をしてるんですけど、ハマってる人ですね、自分が
大丈夫ですかこれ、いいですか。ですね、つくしさんっていう人がいるんですけど、はい、その人にハマっております。はい、これ別にちょっと出しても見えないですか、字があんまり遠いと。読んで読んで読んで、はい、見た目は広瀬すずさんに似ております。はい、でヒロアカっていうアニメが漫画が好きです。はい、ちょっとつくしさんが広瀬すずさんに似てると。似てます。はい、ちょっとってあの言葉で言ってもちょっと分かりづらいと思うんで。あそこにもいるじゃないですか、広瀬すずに似てる髪型が。あ、髪型似てますね。うん、はい、ちょっとじゃあ、あ、昔だっけ。あ、じゃあちょっといいですか、見た目いいでしょ。見た目どんな感じか、はい、このカメラに。じゃあこんな感じですね。こんな感じです。見えてますか。はい、見えてます。どう、見せておこう。はめっちゃ可愛くないですか。うん、はい、すいません。はい、という感じですね。あのハマっておりますと。うん、はい、喋るのそれ。喋れます。どういう3つと、あ、なんかコメントをするとやっぱ3つコメントなんて入れるの。かわいいねとかっていうの。あ、入れますね。入れちゃうの。しびれちゃうとかも入れますね。ほんと俺も入れてみようかな今度。どうぞ、もうツイキャスでつくしさんやってるんで、うん、皆さん、はい、どんどんコメントを入れてみてください。だいたい返してくれるんで。どんな話この人。最近はもう本当にさっき言ったヒロアカヒロアカってずっと言って、さっきもなんかヒロアヒロヒ、あ、僕のヒーローアカデミアっていうアニメ漫画なんですけど、それのなんかパズルを買ってきて、ずっと最近もパズルをずっと作りながら配信をしてますね。はい、ヒロアカの話ばっかしてます最近。はい、ヒロアカが分かんないと分かんない。そうなんですよね。はい、分かんないですかね。うん、とにかくめちゃめちゃ好きだと。はい、まあそんな感じで。すいませんね。あ、じゃあちょっともう戻りましょう。お題に戻りましょう。そのつくしさんから電話変わってきたの今。あ、違う違う。あ、違うのね。違いますね、また別の。さっきかかってきたのはここにちょっとゲストで呼ぼうと思ってる人で。かわいい子。結構、はい、つくしさんよりかわいい子。ちょっとまたタイプが別なんですよね。あ、違うね、はい、かっこいい系ですかね、うん、女の人で。かっこいい系。かっこいい系です、はい、スポーティーな感じ。なんていうかスポーティー。スポーティー。スポーティー、うん、ロックな感じです。あ、ロック、はい、ハードロック。バリバリハードロックです。お、いいね、はい、ロックな感じです。いっちゃっていっちゃって、はい、うん、いっちゃいます。ドーンといっちゃって、ドーンと。あ、お題ですか。ドカーンと。お時間早くやっちゃってよ。俺のお題読んで読んでよ。じゃあ、行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ最後にさらっとさらっと、焼津 TV で夜な夜な開かれる秘密の集会。何の集会。焼津 TV カラオケ大会。これやりたいだけ。ああ、これ、あ、これ牧さんやりましょう。これはいつか。どうですか青木さん、やっていいですか。いや、しょっちゅうやってるよ。やってますか。ここで一人で一人で熱唱してるもん。熱唱してますか。たまに配信するとさ、何やってんですか、はい、って。あらららあ、やっぱ本当に25分なっちゃって。やべえ、なんか早くやっちゃって、やっちゃって。なんか来てますか、コメント。来てないからいい。大丈夫ですか。いいよ、すいません、うん、ね、え、あ、じゃあ最後、最後青木さん、こんなつまらない番組を。あいつ TV で、夜な夜な開かれる秘密の集会。何の集会。スベッチャーの会。滑る3つにダメ出しする集会。はい、これでしたね、やっぱり。はい、もっとはっきりしっかり読んでくんないかな。すいません、申し訳ございません。なんかやっぱこっちが滑らされてる感じがね。え、うん、聞き取りにくいもんね。何言ってるか分かんないもんでね。なるほど。なるほど。すいませんでした。はい、ちょっと待って、修行します。修行、はい、すいません。本読みやってるんですよね。あ、本読み最近サボってます。サボってます。すいませんでした。そうか。はい、申し訳ございませんでした。はい、ということで続いての番組を紹介しますね。今日は何の回だったんですか。ドカーンの回ですか。あ、ドカーンで3つの回。はい、え、タイトルコール言わなくていいですか。最後。タイトルコール、はい、最後、はい、行きましょう、はい、タイトルコール3つの今夜もしびれキラッシャー、イエーイ、イエーイ、はい。あ、これ生きてんだね、これ。はい、使わせてもらってます。ズンが、はい、ズンさんそういう番組に変身しちゃったわけ、はい、変身してしまいました。よかったね。はい、じゃあ続いての番組はですね、タミのトークパラダイス21回目
ゲストは新しい占いハートグラムの築地真由美さんです。せーの、見たい、あ、見たいよこちら、見たい、聞きたい、はい、なんだっけ、叫びたい、ムンクの叫びみたいな感じ、はい、違うか、叫びたり、叫びたりよっよっはい、ありがとうございましたはい、すいませんでしたいやいやいや